おねだり雑談しています。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までごゆっくりご視聴ください。これ唐揚げですか？そうですね。なんかフライドチキンです、ね、フライドチキンの、はい、この部分が腐ってた腐ってました。何？韓国チキンに大量の字。6月23日、韓国釜山の粉飾店が販売した鶏の丸焼きに大量の字が発生していたとされるニュースが拡散し、食品衛生に対する関心が高まっている。最近の猛暑で肺が繁殖しやすくなっていることや、生の鶏からカブトムシの幼虫が見つかった事件との類似性を指摘する声が出ている。カブトムシ、カブトムシ、はい、これ記事にあったんですけどね。いや、カブトムシの幼虫はね、はい、あれちゃいますの、土の中にいますし、カブトムシさんがそこに来て産まないといけませんよね。まあそうですね、はいはい、そ、成長するにも結構時間がいると思うんですけどね。ちょっとどういうことなんですかね。なんだ、韓国からね普通じゃんみたいな話です粉食って書いて、はい、うんこじゃないですよ、はい、粉を食べるとかって粉食。あ、私またうんこかと思いました。はい、はい、まあ、あの会食堂のことみたいなんですが、うん、定食屋さんみたいなところですね。はいはいはい、はい、そこが販売した、はい、鶏の丸揚げみたいな、はい、はい、から、数十匹ぐらい出たと。それって揚げてあるんですよ。はい、もう火が通ってるんですよ。はい、なんでそんなとこからそんなウジが出てくるの？それがまあ、わかんないと。はい。尖閣補償金のネタに、ネタ、これはウジではない。はい。幼虫が一緒なの。ない。帰っていいようになる。カブトムシの幼虫はでかすぎ。焼いてからどうか。焼いてから放置してない限り、そんなわからないですからね。そうそうそう。まあ、そこもあるんですが。うんうん、はい。まず、店の経営者。はい。反応してまして。はい。はい。毎朝揚げた鶏は、はい、チキンはその日のうちに売れてしまい、はい、目には残っていないって言ってると。はい、今回そうやってあの写真を拡散したやつも、はい、領収書も示してないので、うん、見つかったものかもわからない。はい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 、そういうことね。うん、持ち帰り、店で出されたものじゃなくてってことですね。そうそうそう。で、まあ、衛生当局の調査では、うんうん、その店の、ニワトリの、はい、保管状態はかなり良好だったと。はい、ただし、はい、現場、はい、販売してるその食堂ですね、はい、には、結構ハエがいたと、はい、で衛生状態はそんなに良くはなかったと。あ、なるほどね。うん、保管状態は良かった、うん、でもその店先はハエがいっぱいいたよってことですね。でこれで、まあ、はい、2つのシナリオって悪用するっていうふうに言ってまして、はい、まず有力なのは、うん、室温での、保管状態が不良だった、はい、要するに揚げてから置いてあった時間ですね。はい、はい、通常ハエの卵が、はい、まあ、かえって、うにゅうにゅう動き出すのに、はい、24時間そんな早いんですか。うん、なんですが、はい、夏場は、はい、さらにそれが半減しまして12時間ぐらいだと。12時間で産んでから、うん、あの、あれ変えるんですか。はい、うわ、ちなみに症状バエ、はい、コバエですよね、はい、あれはね、あの飛んでる間に産み落として、はい、着地するまでに帰ってます。はい、何その大安産。そうそう、なので。あ、そうですか。はい、食品の上にコバエが飛び出したら、はい、あのもう卵をこうポドと落としてる可能性があります。え、そんなんも食べてますやん。そうそう、知らん間に、うん、まあ別に卵から帰ったすぐの、うん、ね、あれはそんなに衛生的に汚いものじゃないっていうのはありますけど、うんうんうん、はい、で、まあ、12時間ぐらいだった夏場は、はい、なのでその最近の猛暑で、はいはい、孵化時間が短縮された可能性があるのと、はい、朝、まあ、鶏をあげた、はいはい、ものを、はい、未明にお客さんが買ってったとすれば、はい、その間に、はい、まあ、ハエが卵を産んで、はい、それが孵化してる可能性もあると。ちょっと怖いですけど、はい、じゃあまだでも鼻が分かりました。はい、ね、カブトムシはどこから歩いてくる？去年のこれね、
事件だったらそうなんですけど、はい、それちょっと探したんですけど出てこなかったんですよ。カブトムシがね、じゃあブーンって飛んでるでも飛んで、あ、それをカブトムシっていう風に翻訳されてますけど、はい、あの実際は、はい、カブトムシっていうか、まあ、英語で言うとビートルっていうじゃないですか、はい、あのコガネムシみたいな、はいはいはい、ものだったりするかもしれないですよ。あ、似たような感じのね、そうそうそう、はい、ブドウですね、はい、はい、あの泥棒した話ですか。韓国開発のシャインマスカットより甘いブドウが人気上昇、海外輸出にも期待の声。6月28日、韓国イーデイリーによると、京山ブクドウ農業技術院が開発したブドウレッドクラレットがシャインマスカットを上回る人気を集めている。シャインマスカットのように粒が大きく歯ごたえがあり、糖度はシャインマスカットを上回る。美しい赤色が食欲を刺激するブランドブドウだという。レッドクラレットはすでに昨年ベトナム、香港、シンガポールなどに輸出されており、韓流ブームもあって韓国産ブドウへの期待が高まっている中、海外でのヒットも期待されている。はい、ってことですね。韓国で開発した、はい、シャインマスカットよりも甘いブドウが人気ってことですね。あ、はいはいはい、どっから盗んで使ってるの？なんか私もそう思ったんですよ。で、その名もレッドクラレット、はい、まあ一応韓国オリジナルとは言ってるんですが、どっかのやつを混ぜて作ったんちゃうかなと思ったんです。まあ実際そうなんです、まあ、ちょっと後で説明しますが、はいはい、まず韓国のブドウの歴史なんですが、はい、2004年に、うん、南米チリとの FTA、はい、これ自由貿易協定ですが、はい、を締結したことによって、うん、まあ、ブドウの農家のその栽培面積、はいはい、要するにチリ産のブドウに割と駆逐されちゃって、うん、これ関税が要するにない状態で輸出しちゃうことなので、はいはいはい、韓国のそのブドウ生産量っていうのがすごい減ったと、はい、かなり危機になったんですが、はい、その時に、はい、日本から盗んだシャインマスカットが入ってきて、はい、まあ、その危機って言われてた状況が一変しまして、はいはい、栽培面積が、はい、その2016年ぐらいから、はい、今年の7月7年間今年の、7年間も7、8年か、はい、ぐらいまでで、はい、作付け面積が7倍になったと。ああ、そうですか。はい、すごいですね、それはちょっと。はい。はい、まあ、うんうん、要するに、まあ、日本から盗んだ結果なんですね。まあまあ、そうですね。うん、はい。で、まあ、そんな中、うん、まあ、結局、その、シャインマスカットばっかり作ったので、はい。はい。かなり生産偏っちゃって、うん、はい。出荷時期も集中しちゃうっていうので、はいはいはい、価格がだいぶ下がっちゃってたと。シャインマスカットのね。はい。はい、そこに来て、レッドクラレットっていうのが開発されまして、はい。はい。まあ、シャインマスカットとも、その栽培時期が少しずれたりとか、はい。はい。味もだったり違ったりとかして、はい。はい。はい、かなり期待が高まってるってことですね。はい。はい。はい、で、これは、うん、シャインマスカットが持ち込まれた、その、2014年から、人工交配と特性調査研究っていうのを始めまして、はい。2021年に、品種保護室が特許取った、はい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 、で2022年からテスト生産ですね、はいはいはい、ブドウは、シャインマスカットの平均糖度が大体18から20なんですが、はいはい、このレッドクラレットは21と、うんうんうん、ま、より甘いよ、甘すぎるんですね、はい、で去年からですね、ベトナム、香港、シンガポールなどに輸出されてるとです。ルビーレッド盗まれて後輩、ネタにされてないか、うん、されてるんじゃないですか。まあ実際そうなんですけど、はいはいはい、で、まあ、これに対してね、カードネットユーザーですね、はい、うん、最近のブドウはどれもただ甘いばかり、本来の味が、全くしないねとか、まあ、変なこと言ってますが、うんうん、あまり甘すぎるのは体に良くないよ、うん、糖度が高ければそれだけでいいのか、甘さが全ての味の基準だなんて、愚かな考えだ、うん、粒が黒っぽくて小さい昔のブドウが一番、まあ、これデラウェアですからねデラウェア美味しいですよ。昔、はい、あれはだから本当にグレープジュースの味がすごい。あ、はい、美味しいです。昔からずっと食べてきた普通のブドウが結局美味しいんだよね。はい、これもデラウェアです、ね。デラウェアですね。普通の値段の安いブドウに、はい、蜂蜜か砂糖でもかけて食べればいいんじゃない。うん、
正直シャインマスカットは美味しくない。これは韓国のシャインマスカットってことですね。はい、3年後にはシャインマスカットのように価格が暴落するとは思っている。まあコメントだった。はい、何これ、これじゃ分かんないですね。もう全然分かりません。分からないと、分からないです。イギリスのクラブで出会った男性とキスした後、熱が出て嘔吐。イギリスメディアによると、ニーブ・マクレビーさんは6月の初め、大学卒業を祝うためクラブに行って偶然に出会った男性とキスをした。翌朝、ニーブさんは唾を飲み込めないほど喉が痛くて目が覚め、すぐに病院を訪れた。病院は扁桃炎だと診断して抗生剤の処方を出した。しかし薬を飲んでも症状は良くならず、さらには熱が出て嘔吐をするなど症状がさらにひどくなり、まっすぐ歩くことさえできなくなってしまった。ニーブさんは病院に2回も再訪問してから喫水量と診断された。何それ。窒素です。窒素よ。窒ってやつ。そんな病気あるんですか。はい、あります。どういうことですかそれ。キスして感染する病気。ああ、キス感染病ってことね。はい、はい、はい、はい。まあ、キス病って実際言われてる。そうなんですね。はい、ニーブ・マクレビーさん、22歳ですね。はい、大学で卒業したとこですね。はい、はい、はい。そんなものがあるんです。そうですね。チッってやっただけですか。そうです。濃厚な、まあ、どっちかわかりません、実際。はい、はい。はい。ハメを外して、クラブでキッチッスしたら、はい、企業に感染で死にかけたってことですね。そんなそこで盛り上がってチッスするんですね。パパしちゃったじゃないですか。ハメ外したってことですね、卒業してね。キスだけなんですかね。キスだけでいいんじゃないですか。キス病って言われて、死んだ出ました。はい、はい。はい、日本では鮮熱っていうふうに言われてるんですね。キス病、約 90% 以上がヘルペスウイルスの一つであるエルスタインバールウイルス、はい、はい、略して EB ウイルスって言うんですが、はい、感染した時に現れる症状ですね。うんうんうん。はい、学名、はい、ヒトヘルペスウイルス4型っていう。あ、まあ基本ヘルペス、エルメスのキス。軽いキスで病気になったら嫌だな。相手が悪かったら、まあ、とはいえ、はい、はい、日本人も普通に持ってる菌なんです、これ。それはね、でも誰もそんな聞いたことないですよ。そうそうそう、はい、まあ、それもちょっと含めて説明していきます。はい、はい。はい、ウイルスが、キス中に唾液を通じて感染する可能性があるため、キス病と呼ばれていると。はい。はい。潜伏期間は4週間から、7週間。はい。はい、はい、一度感染するとウイルスが一生体内に生き続ける。一生、はい、はい。要するに治らないっていうか。はい。はい。まあ、薬がないと。ほな、このマクリビーさんと、うん、はい、今度から、今度ね、はい、誰かとチッスしたら、はい、その男の方が急にまたそうやって感染するかもしれないです。まあ持ってない人がいればですね。うん、はい、で、うわーしんどい、何これってなるんですか。可能性はあります。いいの顔出して、そんな。まあ、ちょっと説明します。うん、はい、最初に感染してからはほとんど病気を起こすとかないんですが、はい、他の人に感染させる可能性は十分にあると、はい、なぜならずっと体の中にいるからです。うん、そうですよ。うん、症状ですが、はい、腹痛、はい、眼球痛、筋肉痛、はい、発熱、はい、咽頭痛、はい、はい、咽喉痛ですね、耳鼻咽喉科の咽喉ですね。咽喉痛、はい、はい、リンパ節の腫れ、そんなしょっちゅうですよ、はい、はい、あるいはその腫瘍ウイルス、はい、ガンウイルスっていうふうにも言われてまして、はい、結構な、いろんな悪性リンパ腫とか、うん、胃がん、はい、上咽頭がん、うん、咽喉がん、はい、平滑筋、はい、肉腫、はい、唾液腺がんといった、がんを引き起こすっていうことですね。最近では乳がんの原因をなってるっていうのが分かったと。それじゃあ、一回チューしたぐらいの話ではないですよね。一回ですよ。一回チューしただけで、そんな病気になるかもしれないよってことなんですか。まあ、そう。ほぼほぼならないんですが、はい、なるっていうタイミングがあるそうです。タイミングがある、はい、そう、一緒なんですよ。日本人のそのウイルスへの、抗体はどうなってるっていうか、うん、人間には抗体がないので、うん、基本的には感染したらずっといます。うん、で、最終的にどうなるんですか。はい。まあ基本何も起こんない。まあ普通はね。はい、
普通やったらってことで、でもこの、皆さんね、口唇ヘルペス、はい、なったことある人いますか、はいはい、あると思いますよ。僕あります、うんうん、はい、つまり持ってるとです、うんうん、はい、そんなほとんどの方が多分持ってらっしゃると思いますよ、はい、はい、日本人 100% の方ですね、はい、やと思うんですよきっと、はい、感染経路ですが、うん、母親を含めた家族から、はい、ですね、感染が始まって、はい、生後 2,3 歳までに感染率は 70% 前後になると、はい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 、乳幼児の感染の割合っていうのは、はい、国家生活レベルによって異なるんですが、うん、例えばそのファーストキスみたいなのをものすごい大事にするアメリカみたいな国っていうのは、うん、結構低いんですね。あ、はい、はい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 、ただ成人になる前にはほぼほぼ感染してると、はいはい、日本ではさっき言いましたが成人までに、ほぼ 100%、うん、はい、唾液とかその性分泌液まあそういうことで、感染するんですが、性分泌液、はい、はい、まああれですよね、お口、わっせわっせして、お口ですか、わっせわっせする、あ、わっせわっせですか、はい、はい、もしかしたらみんな感染しているのか、まあそうです、日本人はもう 100% 感染してる、あ、そうですか、わっせわっせとかで感染もする、うん、口だけじゃなくてってことですね、まあ口だけでも感染します、だからお父さんとかお母さん、はいはい、だから日本人の場合は成人までに、うん、はい、特に幼児期でほぼほぼ感染してますんで、うん、お父さんお母さんから感染してるわけです、はいはい、そうですね、はい、はい、例えばその何でしょう、お父さんが使ったスプーンでなんか食わすとか、子供にね、はいはい、夫婦してあげるとか、それだけでも、まあ、感染するわけですよ、しょうがないですね、深田先生のおしゃべりクッキング、はい、よろしくお願いします、お願いします、はい、久しぶりのクッキングということでね、お願いします、はい、やらせていただこうと思います、はい、もう多分3週間ぐらい、ずっと夜、水曜日だったんで。ちょっとやってないですね。はい、水曜日夜だったんでね。ありがとうございます。はい、今日のお料理、紹介していこうと思います。はい、お願いします。はい、いいですか、はい、はい、まず料理のお写真ですね。はい。はい。そう、お久しぶりですね。久しぶりです。はい。ちぎり。鳥の、はい、どんぶりですね。鳥どんぶり。生地焼きの。あ、生地焼きどんぶり。はいはい、ちょっとお待ちください、はい、とか言われたはい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 、はい、今回は鶏の生地焼き丼、はい、スペシャル生地焼き丼ってことですね、スペシャル生地焼き丼ということでね、はい、はい、卵使ってますんでね、うん、親子丼みたいなイメージ、あ、そうですね、はい、なんか、はい、そうですね、これ鶏肉です、はい、はい、ただ使うのはね、うん、またちょっと、あ、そうですか、はい、うなぎにも関係してきますが、はい、はい、あ、そうなんですか、はい、はい、材料のお写真ですね、はい、はい、行きます、はい、はい、あ、うなぎのタレですか、ちょっと右上にありますね、はい、うなぎ湯だ、そうですね、そうですか、はい、今回ね、ちょっとうなぎのタレを、はい、はい、まあ土用の丑の日、あー、はい、うなぎがあまりにも高いからそうそう、もうこうなったら鶏肉でいいわ、そう、ただこれうなぎに匹敵するぐらい美味しい丼できますね、あー、そうなんですか、はい、はいはい、経済的にもね、まあだってほら、うなぎを食べたい人はね、うん、タレだけでね、うん、味わってるって人いるじゃないですか、まあご飯とかね、はい、ご飯、タレご飯、そう、ご飯にタレかけて食べてる人、はい、はい、はい、ってことですね、はい、はい、材料テキストの方、はい、ですか、お願いします、はい、はい、もらってます、はい、うん、まあ、ご飯ですね、うん、丼入れますよと、はい、はい、鶏のもも肉、はい、これ 150g、 まあたくさん食べたい人は1人前ですかね、これは、あ、そうですね、はい、はい、卵は2個、うん、ししとう、これは好き好きですが、はい、彩りのために入れました、 30g ぐらいですね、はい、はい、無理して鶏、うなぎを食べる必要はまた、そうですね、そうです、そうです、はい、うなぎタレご飯いいですね、そうなんです私もそう思ってます、はい、はい、そして海苔ですね、うんうん、海苔もまあ、うん、あればっていうぐらいで、あ、そうですか、はい、これ適量ですね、はい、はい、はい、そしてかば焼きのタレ、はい、はい、今回 100ml ぐらいのものを使いました、はい、はい、だったスーパーで150ぐらい売ってると思いますねえ、はい、うなぎコーナーに、うなぎコーナーに、はい、寂しい並んでるやつね、寂しくないですはい、まあ、それ1本分使いますよと、うん、はい、あ、そんな使うんですか、はい、まあ、ちっちゃいんでね、はいはい、はい、そして、ごま油、はい、これはししとう焼くときだけに使います、はい、はい、そして卵、うん、入り卵っていうか、うん、はい、ですね、それ使うのは白だしとみりん、はいはい、あ、はいはい、それで下味
味がついてるってことですね。はい、するんで。そうですね。はい、これが2、大さじ2分の1ずつですね。はい。はい、最後に3勝かけますよと。はい。はい。まあ、これは同じようにかけるんでしょうですが、はい、適量で。はい。はい。他にね、お好みで紅生姜とかもあると、はい、いいかもしれません。ね、はい。今回は使ってません。はい。はい。じゃあ、早速作っていきます。はい。お願いします。はい、簡単です。はい。はい。はい。ですね、まあ、はい、クッキングの話、ちょっと続けますと、はい。まあ、またいつちょっとやるか、あれですが、はい。次、デザートになりますので、ね。はい、はい、わかりました。たまにちょっと甘いものも、そうですね。はい。皆さんに挑戦していただきたいなっていうのがありますので、うん、はい。はい、京都のね、はい。はい、代表的な、はい。冷たいお菓子をね、あ、そうです。次回は紹介します。あ、ほな、楽しみにしておきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい。はい、10時、回りましたが、はい、今日の、目標、だいたいこれぐらいで考えてましたので。よかったですね。その目標通りに、はい、終わろうとして。時間普通にある。はい、はい。はい。はい、皆さん楽しんでいただけたでしょうか。ね、どうですかね、はい。この時間に終わればね、皆さんね、睡眠時間を取れてるかなと思います。もう、普通にね、ゆっくりお風呂に入っていただいて。そして先生もね、明日またお仕事ありますので、はい、あ、まあまあ、そうですね。はい。いつもより1時間ぐらいは早く出られるかとかそう、ね。はい、ありがとうございます。はい。はい、そして次回、うん、先生また、また日曜日でよろしくお願いします。日曜日で大丈夫ですね。はい。はい、日曜日は、いつも通りの、だいたい9時前ぐらいの、そうですね。はい、そんな感じで。はい。はい、またね、コミュニティの方に、そうですね。はい、お知らせです。そしてまたね、ご覧いただいて。はい、あ、楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではね、次回はまた日曜日になりますので、皆さん、お時間あったらまたいらっしゃってください。よろしくお願いいたします。はい、そして、本日ね、遅くまで長いことお付き合いいただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。はい、さようなら。ありがとうございます。ありがとうございます。おやすみなさーい。はい、ご視聴いただきありがとうございます。感想や取り上げてほしい話題などがあればお気軽にコメント欄へお書きください。また高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。